はい、皆さんこんにちは、EXILE 事務局のケラです。今回はですね、マジでやばいということでやっていこうと思います。はい、つい1時間前にね、元 EXILE 俊子と清木場俊介さんのねインスタグラムのストーリーにてね、あるね衝撃的なね、匂わせ動画がね、ございました。はい、内容としてはね、清木場モバイル日記更新しましたということで、その日記のタイトルはね、東京なんですよね。はい。でね、その内容についてね、僕ね、会員入っていないんで、わからないです。はい。で、その背景の画像にはね、なんとね、スタジオらしき場所、まあ、モザイクがね、かかっててわからないんですよね。まあ、何かをね、ちょっと匂わせしてるような感じで。はい。ちょっとね、これ、点と点がね、繋がってきましたよね。まあ、あさってね、東京日本武道館にいてね、EXILE 高色のね、一夜限りの武道館ライブがございますけれども、ちょっとね、これ繋がりましたね。はい。正直。はい。まあ、可能性としてはね、まあ、50% ぐらいかなって思ってます。まあ、コイントスとね、一緒ぐらいです。裏と表どっちが出るかわからない状態で。はい。もうね、この、アツシさんとね、シュンちゃんはコラボすることはね、あったんですけれどもね、まさかのね、まあ、シュンちゃんと高井戸がね、コラボする可能性がね、まあ、浮上してきてね、ついにじゃんけんのね、関係がね、関係性にね、まあ、三角関係にね、なってきたということで、はい。まあね、あさってね、行かれる、日本武道館にね、行かれる方はね、まあぜひね、まあちょっとだけ期待の気持ちを持って、もしね、出てこなかったらね、本当に申し訳ないです。それだけ謝っときます。